落ちた。待って待って、犬犬犬犬犬、これだこれだこれだ、めっちゃ湧いてきてる犬。やめ、ちょ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 、待て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 、まずいまずいまずい、嘘だろおい、こんな見つけ方あるかよ。よしよしよし、うわー来た、うわー来た、ゾンビがいっぱい胸いっぱい。どうも画面のマヨネさん、どうもゆきですどうも2回言ってるからね。はい、ですね、本日もセブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。初見でねやってますので、とってもね、なんかグダグダしてるところもありますけども、前回ですね、なんと3回目のフェラルフォードを生き残りまして、で今寝起きで撮影してるんでね、また舌が回ってないんですけども、家をねちょっと増築しました。もう広くした、もう広くしました。でこの自宅を広くして、まあいろいろとこうね、設置して、まあ、明るくしたりとかいろいろしたんですけども、今日はですね、ついに完成しました。皆さん完成しましたよ。何が完成したかっていうと、もう一個ですよ、これですよ、バイセクルバイセクルじゃない、バイク完成しました。なのでね、今日はこのバイクに乗って、ですね、なんか鉱脈っていうのがあるらしいんですよ。でね、ここチェックポイントつけたんですけど、多分ねこの辺にあるっぽいんで、ちょっと行って洞窟探検今日は行きたいと思います。それでは、まあ、じゃあまずはバイク乗ろうね。バイク乗って、いやバイクですよ皆さん、見てこれ、いいでしょう、ほらこの微妙な遅さ遅いんだよね、なんかちょっとね、想像と違った、もうちょっと早いんじゃないかなと思った。多分ね、バイクのミニエンジンがね、多分ね弱いんですよ、まだ少し。だから、ね、多分ちょっと遅いだと思います。ちょっと行きましょう。まあ夜になってもね、バイクあれば全然余裕で逃げれるんで、まあもういろいろと活動範囲がもう広がりましたよ。これで私もついに、こっちだな、まあ行きましょうね。クマがおる、謎に、こんな街の付近にクマがおる、この遅さですよ。でもね、嬉しい、すごい初心者なのにここまで来たんだなっていうねなんだかんだいろいろあったけど、初心者から始めてフェラルフォード3日目も超えてバイク手に入れてるんですよ皆さん。人間やればできる、そういうことです。さあ行きましょう。ちょっとこれ卵いらないんだけどさ、今巣あったよね。この巣はね、ちょっと積極的に取ってきますよ。でね、今日はその鉱山に行って、鉱山洞窟なのかな、なのよく行ったことないんでよくわかんないんですけど、そこに行って、とりあえずね、次のフェラルフォードにあたっての資源を手に入れていきたいなと思った。そういうね、地味会でございます。ちょ、これ多分水ダメなんだよねきっと、バイクね多分ダメだと思うんだ。どっから渡ろう、下から行くか、川沿いを南下しましょう。こっち行こう、ここで終わったらね大爆笑でしょうけどね。いやバイクできましたよっつって水没して終わるみたいなね。とりあえず行きましょう。こういうことなんですよ皆さん、結局のところ。これを渡ってどうするんだっけな。あ、結構近くに救援物資あったんだな。まあまあまあいいや、あ、物資取ってこうかな。でもあんまり、あ、なんかちょっとコメント来ましたよ皆さんのね、皆さん動画にコメントいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。なんかね、みんな楽しく書いてくれるんで、なんかね、ついついね読み漁っちゃう。あ、すぐそこじゃない、これ取ってこう、取ってった方がいいわ。何が入ってるかわからんけども、ちょっとね遠出になるんでね、多分もしかしたら帰ってこれないかもしれないんで、まあ持っときましょう。
多分ね、その鉱山見つけたらそこでおそらくチェストも組んじゃうと思うんで、よし、おお、難しいですよこれ意外と。なんかすごい簡単そうに見えるかもしれないけど、すごい難しい意外と。なんかね、小回り効くかと思いきや意外と効かないっていう。まっすぐだな、ひたすらまっすぐだこの道を。よし行こう、イエーイ、冒険だぜ。久々の遠出ね。もうね、バイクないと遠出無理っすよこのゲーム。絶対帰ってこれないもん。うん、でまあこのね、なんかね、おじいさんとおばあさんが乗るバイクみたいなのなんですよ。木の枝の上をね、ピョインって上がるからね。なんだ、雨降ったり降らなかったり、どういうこっちゃ。あ、これいいな、これ火薬ですね、多分火薬の元になるやつですね。取ってこう、もう率先して取ってこう。違う、そんなものはいらない、そんなものは今いらないんだ。よし、ほい、もらい、これ見つけたら取ってかないとね、あのもったいないですよ意外と。これがねあるだけでだいぶ違う。よし OK、ついでに、あれあれ、バイクどこ行った。あー怖い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 、バイクがなくなったらもうね死んじゃう。ここからまっすぐぐらいだな、このまままっすぐぐらいだな、行こう。急がないと急がないと、本当に本当に急がんとやばい。これ多分ねこの辺だと思うんだけどな、そこに寝泊まりするパターンがいいんだけどな、個人的にはな。こっちかしら、このバイオームが来ちゃってるんだよね。これねダメなんだよ多分、来すぎなんだよね。この辺かな、うん、この辺だな多分な、イメージ的にはおそらくですが。よし、こっち行こう。やばいやばいやばい、夜になっちゃう、夜までには見つけたい。怖いよ、夜は無理だよ、一人は、一人は寂しい。助けて、誰か誰か助けて。あ、あここポイントになってんのか、あれ。ちょっとこの辺適当に探して漁ってみるか、この辺適当に。どんな感じなんだろう、なんかね、あの英語では洞窟って書いてあるんですよ。ロマンたっぷりでしょ、洞窟なんて書かれたら誰だって行ってみたくなる。洞窟なんて書いてあるんだから、石ばっかだな、違うな、こんな石ばっかりなのは洞窟ではない。どこだろう、だ今回は地味会ですから、完全にもう地味会ですよこれは。さすがに、さすがに洞窟探検、びっくりした、うるさいな、洞窟探検ですからね、地味会もいいとこですよ。ゾンビさんがいるだけですね。とりあえずこの辺のマップをぐりぐり埋めていけば多分出会うんじゃないかな、違うのかな。だからえ、本当にないんだけど、こんなに見つかんないもん。 あそこでちょっと夜を過ごすっていうのもいいかもしれないね。最悪ここで夜を過ごそう。この辺か、今この辺か。おお、やばいやばいやばい、突っ込んじゃった突っ込んじゃった。こっち行こうこっち行こう。うわわ、湧いてる湧いてる、いやーとか言ってる。危ない、水だ水だ、ここ待って待って、ここ危ない、水ある、まずいな。ちょっとここで一晩明かすか、仕方ないから、これ仕方ない、ここで一晩明かしましょう。ちょっとこのままじゃ無理だ、ちょっとここで一回一晩今日は休憩します。ちょっともうダメだ、バイクここ止めとこう。よし、
あったあったあった。うん、怖い。バイクなくなったら終わりだから本当。勘弁して。まあ、ここだったら一晩過ごせますよ、余裕で。あいつ、あいつ倒した方がいいな。やってんだ、あいつよ。おい。家入ってったか。まあいいや。さあ、それじゃあ、じゃあ夜まで、朝まで過ごしたいと思います。それじゃあ、一体カットします。カット。さあ、朝になったんでね、出発してまーす。多分この辺だと思うんだよ。絶対この辺だと思うんだよ、私は。私の感覚だと。絶対この辺だと思うんだよね。違うのかな。まあ、朝になったんで平和ですから、今はね。ああ、いいね。朝日がね、私を祝福してくれてますよ。ね、お前の洞窟探検はここで終わりだっつって。おかしいな、この辺にあるはずなんだけどな。ないよね、それらしいやつね。ないよ。うわー、犬だ犬だ。あ、これなんだ、ここなんだ、これ岩が、なんだこれ。嘘、これだこれだ。ちょっと待って、落ちた。待って、犬、これだ。めっちゃ湧いてきてる犬。やめ、ちょ、待て。待て、まずい、嘘だろ、おい、こんな見つけ方あるかよ。よし、うわー、来た、犬来た、ちょっと待って、怖い、あー、いや、バイオハザード、ちょっと待って、クソが、このクソが、おら、てめえもだ、こら、ボケ、バイク落っこったじゃねえか、ボケ、こら。ちょっと待ってって、取ってきてよかったよ、これ。ちょっと待ってって、これどうする、バイク。どうする、これ。マジか、落ちたわ。どうあげんだ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。ほんとちょっと待って。マジか。ちょっと待ってって。嬉しいけどさ、見つけたのは。ちょっと待って。問題が一個できたわ。バイク落ちたわ、ここ。これ上がれる？バイク。あ、上がれそうだな、頑張れば。ちょっと待って。方向が違う。ちょっと一回上げといた方がいいって、このバイク、絶対。これ帰れなくなっちゃうよ。この段が邪魔なのか。待って。いや、これきついって、これ。ほんと。あー、どんどん溝にはまってく。あー、バイクが。ちょっと待って。あ、私のバイクが。もう、完全に穴に入っちゃった。ちょっとバイク救出。ふざけろよ、あの犬ども、ほんと。犬のせいじゃねえわ。自分のせいだわ、これ。ちょっと待って。どうしてこう。この斜面に乗っけてった方がいいよね。だから、ここがいらないのか。ここなしにして、この急勾配を上がっていくパターンにしようかな。いけるかな、これ。ちょっと待って。この木が邪魔だな、多分な。邪魔。で、ここに道つけよう。ここに。道つけられるかな、これ。何の時間だよこれ。洞窟見つけたのに何の時間やってんだよ、これ。そこ出て、で、ちょ
写真どこまで走ってくの。あ、バックでこうゆっくり上がっていく。あ、いい感じいい感じ。あ、ダメかダメか。これいけるかも。ちょっとバイクは上上げといた方がいい。絶対帰れなくなる本当に。こうしてちょっとこう何やってんだよちょっと待ってここ上がろう。ここ上がる一気に。待て、頑張れ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 。ここで上がんなかったら終わりだぞ。何やってんだよ何やってんだよ。時間が足んねえんだってこのゲームは。そういうことして意外と速いなこのバイク。おっしゃ来た。あ、ダメだダメだダメだ。ここダメだ。あ、え、あれ、え、お、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何上にワープしたよ。あれバイクは、あれバイクは、あ、あるあるある。もう怖い怖い怖い。もういろいろ邪魔だ。これどかそう。この土どかして。これこれ邪魔だから。これどかす。ここで道を作る。あ、これいけんじゃない？これバイク。これ大丈夫だ。多分。ちょっとここにバイク置いとこう。この路面に置いとこうも。見つけましたよ、皆さん。ここですよ、洞窟。私が来たかった場所。ついに、ついにですよ。ついに来ました。じゃあちょっとね。ちょっとこれで。よし。これも邪魔だこれも邪魔だこれも邪魔だ。このカードも、もうね、ツルハシあるからすげえ速いから。掘るのは超速いから。まさかバイク犬があんな群がってくると思わなかったわ。ほんとこれでいけるんじゃない。いけそうですね。 OK。 じゃあこれでバイクあそこ置いときます。ちょ、怖えからこうバイクガード作っとこう。これバイクガードだよ。もうほんとふざけんなよ。誰もいじんじゃねえぞ、これ。私のバイクだからな。これ誰もいじんじゃねえぞ。よし。バイクガード作って、で、後ろにもこう下がっていかないように、ちょっと、後ろにも置いとこう。まあいいや、まあいいや。オッケー。せっかく来たんだし、楽しみましょう。うわー、やった、来たよ。何があるんだろう、これ。ここ開けんの？よし。お、結構頑丈なドアにしてありますね。すげえ楽しみ。何があるんだろうこれね。鉄のドアだ。よいしょ。はい、さあ、おお、ちょっと埋めとこう。ゾンビが入ってこれないように。OK。 何これ、何これ、キノコみたいなのあるよ。キノコだよリアルキノコ。お、本当にそれになってんだ。これ何、これは。あ、はい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 、が、火薬作る元ね。すげえすげえ、なんかすげえ。何これ、お、すげえ。何これ、誰かいたんだ。はい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 。お、何これ、これ何？宝の山なんだけど、すげえ。え？ろくなもん入ってねえし。あ、あ、料理もできるよ。あ、すごいね、これ。へぇー。玉。これなんか集められんのかな？コンクリートミキサーあんじゃん、これ。コンクリートミキサーって言って、コンクリート作るやつなんですよ。で、コンクリート作って、この中に、あ、コンクリート作れるんだ。へぇー。セメントの作り方わかんないけど。セメントって、あ、セメントって取るのかな？
ちょっとこれ採掘するか。じゃあせっかく来たし、結構取れるよ。これ何、この岩、あ、蜘蛛の巣みたいなやつか。何が掘れるの。なんか壊れたよ。お、お、なるほどなるほど。あ、すごいすごいすごい。あ、めっちゃすごいここ。あ、これ鉱山だ、確かに。すげえ。いや、着きましたね、ついにね。今夜はここでね、あの一夜を明けますよ、もう完全に。多分これぶっ壊したらあれでしょ、あの天井抜けちゃうんでしょ多分ね。だからその辺気をつけなきゃいけないよってやつなんだよね多分ね。よっしゃー、着いたよー。もう今日一日丸々やろう、もうほんと。これ鉄でしょ。あ、いいね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 。おお、これ地面もそうじゃん、これ。これ地面もそうだよ。めっちゃ取れる、鉄半端ない。やばい、これ来てよかった、完全に。これはこれは来てよかった感満載。ちょっとマップつけとこう、これどこ。あ、ここか。結構近かったんだね。よし、チェックポイント、よっしゃ。じゃちょっとね、採掘しますんで、ちょっとここはもう埋めちゃいます、私は。よし、ゾンビこれで来れないから絶対分かんないから、ここは。よっしゃ、じゃあ採掘タイムだ。楽しみだな、これ。どんだけ集まるんだろう、素材。半端なく集まるよ、これ。よっしゃ、やってみて、やっていきたいと思います。それでは、カット。はい、再開します。でね、結構ホリホリしてるんですけど、いや、楽しい。すっごい楽しい。やばい。これね、時間忘れてやっちゃう、これ、本当に。で、まあ、今あの全然ね、夕方なんですけど、夕方なんでちょっとね、周りを見てこうかなと思って。どうせ夜ここを戻ってきて、あのここでねまたホリホリするんですよ、夜中中。もうずっと今日はホリホリしようと思ってたんで、まあ、なのでちょっとね、周りを見てこようかな。試しに周りを見に行く、そういうのもいいかもしれない。探索をして、なるべくね、なんかいろいろ集めてくるみたいなのもいいんじゃないかなと思って。鉄とかね、もうもりもり手に入るんで、やばい。これ、ずっとここにいたいって思うぐらい、もうほんとね、素材泥棒じゃないや。素材、時間泥棒。ね、私のルカちゃん号ある、ちゃんと。大丈夫？ありますね。ね、もう知らない間にルカちゃん号って名付けたんですけど、ちょルカちゃん号でね、ちょっと周りを、今夕方なんで、ちょうどね、時間的にはまだ全然いけるんで、よし、ルカちゃん号行こう。よっしゃ、上がれたー。よかったー。足でちょっと戦い方をね、今回のこの採掘でちょっと思いつきまして、新しい戦い方でいこうかなと思ってます。お、なんかあるね。お、なんかあるよ。ついでにこうね、集められるものを集めとくみたいなパターンでいかないともったいないですから、時間がもう無駄にしない。あそこ第二拠点にしようかな、あの周り。この周りいいと思うんですよね、結構ね。なんかね、いろいろと集まってますし、アイテムがで、まあバイオームもいいんですよ。結構ゾンビは普通にいるけど、こんなのもうね、昼間のなんかもうこの程度ですから。空き瓶ちょっとこれ解体しよう。バイクのね、部品が欲しいんで。いや、いいっすね。楽しくなってきちゃった。なんかすごい楽しくなってきちゃった。セブンデイズ編集がね大変だから、ちょっと編集もうちょっと簡単にしようかな。ガンガンやっていきたい。ガンガンやっていきたい。進めないからね、このままじゃね。一日一日ゆっくりいってますから。今18時でしょ？こっちの方にもまだなんかあるんだよね。ここちょっと斜めに突っ切ってみようかな。よし、マップを埋めていかないとね、ちょっと
わからないことが多いんで。来た来た、ゾンちゃん来たよ。18時18分、仮拠点っていうか我が家にね。さて、夜中中採掘しよう、ほんと。もう腐るほど採掘して、腐るほど物資を集めてね。もうこれでもかっていうぐらいね、集めまくって。もう最高ですよ、ほんと。じゃあこの上にバイカー止めて、よし、ルカちゃんを止めて、よし、さあここに入りましょう。 OK、 じゃあ埋めます。よし、であれ、あ、置いてきちゃったか。置いてきちゃったらダメなものがいっぱいあるな。これでちょっとこれ持ち帰るのが大変だけど、よし、こうして、よし、で、よいしょ、 OK。 それでは作業を始めましょう。楽しみだな。お、やべえ、ミニエンジンのちょっと強いの取ったわ。これいいかも。組み替えようかな。途中でね、パーツ組み替えもできますから。よし、オイル、おお、結構取った取った。いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ。薬も入れとくか。なんかちょっと雑だけど。よし、じゃあやっていきましょう。いや、すごいね、これ。いやー、さあ、どう掘っていこうかな。これね、とりあえず柱にしたんで、これあんまやると崩れちゃうと危ないんでね。足場も作りながらやっていく。うまく掘っていかないと。あ、そう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 。でね、なんかこれレンチで、これね、解体できるらしいんですよ。これ、なんか、レンチでやると、あれ？違うのかな？なんか、これを回収できるって書いてあったんですけど、これ回収しておきたいな。これ多分セメントミキサーってやつで、セメントを作るね、あれなんですよ。あ、壊れちゃった。マジか。まあいいや。まあいいや。まあ作れるだろう。そのうち。うん、そのうち作れると思う。私ならここまで来たんだ。自分で作れるさ。なんだ、石。石か。ほう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 。椅子も邪魔だな、これ。邪魔。どっかして。はい。これ、ボックスか。ご飯が作れるっていうのがまたいいね、これね。これがあるからね。OK。この人はもう何も持ってない。あ、持ってんだ。ちょっと申し訳ない。君はもうちょっともう用がないんだ。ごめんな。先住民よ。私がね。私がこの家の主になったから。ここ壊す。邪魔。これも邪魔だな。もうどかぞ。邪魔。OK。さあ、それでは。ね、地盤、落盤が起きないようにうまーく気をつけながら掘っていきます。これもいらない。これもいいか。取れるし。とにかく鉄がやばい。鉄がとにかく取れる。すごいね、これ。気持ちいい。気持ちいいだよ。どういうふうに掘っていこう。ん？はい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 。今こうなってんのか。上が届かないな。上取りに行くか。よいしょ。これ取りたいな。あ、これ木の根っこだ。なるほど。木の根っこなんだ、これ。これも木。じゃ、これ違うのかな、これ。これ白いから。あ、これ違うんだ。これ石だ。なるほどね。はい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 。じゃあいいや。木の根っこなら別にいらねえよっていう感じだからね。よし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 。これ、相当集まるよ、多分。アイテム。よし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 。
いいね。で、これにしてこのガンパウダーをね大量に生成してるんですけど、まあ、これで何をやるかっていうのはまあ次回のフェラルフォードでねお見せできたらなと思っております。これ土だ。はいはいはい。こっちは、まあ下に掘っていくのが定石だよね多分ね。落盤もないし、下だったら深さは関係ないもんね、広さだもんね落盤はね。下に掘っていこうとりあえず。まあ下だったら上がれるしねとりあえず掘っていく。掘れそうな場所全部掘っていく。いいね、この鉄の感触がいいですよね。お、ここ大丈夫、もうそこに柱あるから大丈夫だよね多分ね。大丈夫大丈夫。ここ石だ、ここ石だね、ここは石だ、石と鉄。この下がやばいね、石と石鉄。ここやばいよ、ここもうゴリゴリ取れる。よし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 。こっちだね、こっちちょっと掘って大丈夫。よし。よいしょ。危ない危ない。あんまりすぎると怖いから。うん？なんでゾンビ気づいた？この場所。こんな奥深くにいるのよく気づいたな。どっかにいるみたい。うせえな、どこにいんだ。なんかゾンビもね、ものによっては掘り進んでくるらしいんですよ腕だけですごいよね、剛腕だよね本当。どこにいんだ、気づかれてるな。はん、お、うん、どこにいんだ本当に。気づかれてる、音で気づいたんだな多分。まあいいや、とりあえずかなり集まってきたんでね、まだまだ作ってきますよ。やばい、超作れるよ。はい、なんだかんだでね朝になったんですけども、すんごい掘っちゃったよバカみたいに。これシャベルだ。すごいバカみたいに掘っちゃったから、もうねすごい素材めっちゃ集まった本当に。まあいるんだよねゾンビが、どっかに多分どっかにいるみたい。まあ多分上にいるんだよ。すごいね、もうこれでもかっていうぐらい集まったんで、ちょっと一回拠点戻ろうかなと思ってきました。結構満足したんで。どこにいんの、まあ、多分真上だね。まあ割と、まあ自分の中では合格点かなぐらいまで集まったので、じゃあ一度私の古巣に戻りましょうかね。持っていくもんだけ持ってって、これだね、これと、あとは、食料も必要かな。食べとくか、食べときます。ちょっとね、向こうのね拠点もいじってあげないとダメなんでちょっとねこれだけは足りないんで、やるべきことが足りないんで。よし、で全部持ってプラスは置いて、まあガス管も線あるし、まあ、食料だけ持っていきますか、まあ、水は置いとくか、なんかの時のために。はい、じゃあ一回ねちょっと戻りましょう私の古巣に。でちょっとね、そこのフェラルフォードをあっちで叩かないと多分無理なんで、じゃあ開封していきまーす。よいしょよいしょよいしょ。なんかねいるんですよね多分周りに。それをねちょっと倒しておかないとめんどくさいんで。はい、じゃあ行ってきまーす。どこにいんの、うるさいな、夜中中うなりやがって。どこ、この辺にいるだろう。
なんかいるんだよ、この辺に。あれ？いないな。あ、こいつじゃない？おい、お前だろ、うるさかったの。あ、こいつだ、こいつ、こいつ。この声、この声。残念。お前だよ、うるさかったの。夜中中、ギャー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 騒ぎやって、この野郎。食べてやるよ、お前のこれ。ごちそうさま。これは何？あー、薬か。お前、こういうタイミングで薬出すなよ。どうしようかな。モテない。モテないよ。まあいいや、もういっぱい持ってるし。じゃあ帰りまーす。ルカちゃん号どこ？ルカちゃん号、あれ、あれ、ルカちゃん号、ちょっと待って、コンボも持っとかないとね。いざ時のためのコンボ。基本はコンボがいいよね。接近戦で頭引っ張っていくスタイルみたいなのが。あれ、ルカちゃん号、あったあったあった、命の綱、ルカちゃん号。これがないと始まらないっていう、ね、さあちょっとね、この子ちょっとパーツ付け替えようか、ルカちゃん。これか、あれ、あ、ダメ、なんで、あ、これか、ルカちゃん。これさ、ミニエンジン付け替えてみようよ、あなた。これでどうなる？ガス出てきちゃったよ。ちょっと一回捨てて、でこれでちょっとガスを補充して、よいしょ、よし、これ取って、あ、まだ取れない、もう一丁、よし、 OK。 これで多分ね、速度がもしかしたら変わったかもしれないんですよね。ちょっとわからないけど、もしかしたらね。どっち方向だっけ、私んち。あー、こっちか。どっから来たんだっけ。あー、こっから左にまっすぐだ。よし、行きましょう。あ、めっちゃ速くなった、ミニエンジン変えたから。すげえ速い、これ速いんだ。これ行ったり来たりすぐできんじゃん、こんなの。超速い、すげえ速い、これ劇的に変わったわ、速さ。よかったね、あさっといて昨日ね。すげえ速い、これ。恐ろしいぐらい速くなったわ、これは。よいしょ。大丈夫？方向が分かんないからね。ちょっと待って。こっち行っちゃうと上行っちゃうから、ここから左にまっすぐ行こうか。から左まっすぐ行こう。よし、 OK。 めっちゃ速くなった。あ、ちょっと待って、ガスが全然入ってないよ。ガス入れてこ、よし、行こう、行こう、積むんだよな。こんにちは。今日もいい天気っすね、ほんとね。何ここ。いや、いい天気っすよ今日も。なかなかね、あっつ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 、火ついた、火ついた、なんか火ついたぞ。なんだこれ、なんだこれ、火ついた、バイクに火ついた、危ねえ。なんだ、仮面ライダーか、なんだ。びっくりした、火ついちゃった。火ついちゃった、バイクに火ついちゃった。私がダメ受けたのね、バイクにダメも受けたのかな、あれ。すっげえ量いる、ここ、これやばいっしょ。わわわわ、すげえ量、ここ湧いちゃってるよ、完全に、完全に湧いちゃってるよ。はいよー、ほんとにベアだけは戻ってきたー。いやー、戻ってきたね、楽しかった。あ、病院ここだ、だからこちらね。もう道体で覚えちゃえばあそこすぐ行けるから。もうすぐだね。ここだ、ここだ。この変な家。この変な家。ここだ、ここ。駐車場、駐輪場あるから、ちゃんと。はい、到着っと。
よいしょ。オッケー。なんか壊れす。結構あれだね。誰かが入り込んだんだね、ここにね。これ強くしよう。よし、オッケー。さて、それじゃあ、やるべきことをやっていきましょうかね。お、誰これ。壊そうとしたアホがいるけど。無理だから。無理だから。ここ強固だから。ここの家は。本当に。お前らの思ってる以上に強固にしてあるから。無理だから。よっしゃー、到着。久しぶりやなうるさいな。帰ってきたばっかなんだよ。思い出にふけってんだよ、やめろ。今。安心してんだよ、今。料理入れとこ。これ持ってっからだろ、これ。うっせえの。どっかにいんな。どこにいんだ。バカタレ倒すか。どこにいんだ。帰ってきたばっかでバカタレが。いないな。よし。それではじゃあ拠点作りの方にね、ちょっと参りたいと思いますので、少しだけカットしたいと思います。それではカット。はい、それではね、最後に資源を集めてるんですが、次回はね、ここで今回終わりにして拠点作りからを始めて、フェラルフォード4回目をお見せできたらなと思います。それではね、皆さん、セブンデイズトゥーダイ、皆さんもね、ああ飛んだ、ね、楽しく、よかったら、ね、興味ある方はやってみてください。初心者でもね、頑張るとここまでは来れますよ。ここから先はもうどうなるか分かりませんけどもね。ということで、それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。さてと、木が必要だからね、木をとにかく買っていく。よいしょ、よいしょ、よっしゃー。まあ、結構ゾンビが今日多い気がするな。気のせいかな。なんかいつもよりゾンビが。お、びっくりした。クマに見えた。違った。おお、ゾンビが多いな。なんだなんだなんだこれ。まあいつもに増してだけどね多いうちに入ったもんじゃねえけど、まあ、いつもに増して多いってだけ で、そんな多いかさ、そうでもないっていうね。木が足りない、木が足りない。ちっちゃいな、木でっけえのねえのこれ。こういうのこういうのこういうの。よいしょ。